やっぱあれだね、お腹出てないね。あ、うっちゃかうわほくろもあはははいいな、ね、<laughs> おぉ<ー>さあみんなお持ち金の水着会 <laughs> 水着買うところからかああいや、からねー ちょっとさ、どうなんだろうね。どういう水着着るかな。あの、言いたくないけど、その胸、気にすることになるんじゃないかな。うん。いや、大胆なの着るのいや <laughs> いやいやいや、やめなさいよ、お店の中で <laughs>。なかった。 ああ、いいじゃん。めっちゃ可愛いじゃん。似合いそう。えいや、いけるって。っ自分に自信なさすぎ。うん。絶対大丈夫。<laughs> 絶対大丈夫だから今のにしようよ。いや、思ったより攻めてたな。もし今のになるなら。 いやけど先に見せてるからね、あれじゃないんじゃないかな。どうだろう。あれに上着とか着てきちゃう感じかな、パーカーとか。で、測りは絶対すごいの着てくると思う。もうそこであれでしょう、いろいろスキンシップ測ってきたりとかするんじゃないあえてその、流れるプールとか、波の出るプールでさ、この上の水着外れるような事件をさ、わざと起こしたりとか、 あの、ちっちゃい i き e a に二人で入ろうとか、ウォータースライド。いや、もういくらでも考えられるよ。あかりがやろうとすることは。であとは AI さんとかね。この子相当スタイル良さそうだから。いや、結構大人っぽい水着着てほしいんだけどな。そこも楽しみなんだよな。あとは、静香ちゃんはもう、そういうのというか、うん、可愛い,いねっていう感じの枠かな。多分、 うーんー、競泳水着とか、まあ、子供用水着っていうのかな。まあ、そういうなんか動物チックのデザインとか入ってるようなやつとか着るんじゃないの。まあ、とにかく、これを本当に一週間楽しみにしていたので、も、ま、う、あ、心から楽しませてもらおうかなと、笑わせてもらおうかなと思ってます。いや、どっちかっていうとドキッとすることが今回は多いかもね。さあ、さあさあ、こん当日ウォータースライダーもある。 あ、やっぱあれだね、お腹出てないね。あ、う、ってか、うあ、ほくろも、<laughs> いいな、お AI さんが思ったより攻めてる。そしたかりが思ったほど、面積が、大きい。<laughs> なに。<laughs> いきなり、ラオウ。<laughs> 上天しちゃったよ。ああ、やっぱ、競泳か。 いやー、似合ってるよ。いや、てか髪型超可愛いんだけど。<laughs> 素晴らしいね。もう絶滅危惧種だよ、あなたの考え。あなで、なで。あ AI さんしてほしいんじゃない来たね。あれかな <laughs> もう何それ。<laughs> せめてパーカーとかにしろよ。 いや、髪型はすごいあれなんだけど。いや、そういうわけではないよね。いやー、誰って感じ。別人見た。いやー、見せたくないんだろうな。自信持ってもらいたいな。ああ。あれ。あ、それで、AI さん。 いや、レンタロウがなんかね、言えばきっと。おおいやー、きつい。いや、避ける。避けるね。うん。えああ、そういうことか。いや、ほんと小動物だな、静香ちゃん。 いや、せっかくもし選んだんだら見てもらおうよ。きっとそうなると信じたいけど。あ <laughs> ちょ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 。あの子、どっか行っちゃうよ。目はのスト。もう早速なんか漂流じゃないけど。い <laughs> <laughs> や、わらかいの。<laughs> てかめっちゃあるね。AI さんもね いや、そんな施設じゃないよ。うん。あ、<laughs> そういうことあ、来た来たもう分かってたすーごい。すごいね、あなた。<laughs> やべえやべえ <laughs> あ,あ、やるかな レンタロウが喜んでくれるなら、<laughs> ストレートすぎる <laughs>。うわあ、はりもびっくり。いや、だからって <laughs>。確かに効率は。あ、マジえぐ <laughs> い、えぐい。いやーこれ。 からね、見てんのかなえ、<laughs> ちょ、やばくねおお。いや、それぞれ、いや、っいや、音。<laughs> どこかで聞いたことある音。いや、死なれちゃ困るよ。いや、一気え、あえー、そこも <laughs> いやいやいや、あなた命かかってるんだからさ。<laughs> お、いや、AI さんもまたあれじゃない止まっちゃうんじゃないまさかの。<laughs> ほら。<laughs> この子も <laughs>。いや、マジで <laughs>、止まってんならさ、それどころじゃないだろう。<laughs> って言って、言って、え <laughs> たよね。<laughs> もうそうだと思った <laughs>。わかってたよ <laughs>。誰か、助けてあげてよ。ね、ちゃんと防水慣なれにてんだね。やばいじゃん。けど、かわいすぎる、こんなのもまた。ああ、それできんなら。いや、全然ダメじゃない <laughs>。 いや、我が道を行くね、静香ちゃん。なんか、うれし鉄家族の春巻先生を思い出そう。イスイス。え誰もあれなのえ、もうちょっとじゃん。おーおお、いいじゃん、いいじゃん。えやばも。ケロ、うん、岸は。よし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 。上がれたね。 あ、けど中川か中須うん。<laughs> やっぱりいや、もうマジで春巻き <laughs> <laughs>。このまま2週間くらい経ってほしい <laughs>。いや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 、死ぬよ。うん。あ、カルネかかかりん <laughs>。あ男ね。 やっぱそこは、こんだけいてもダメなのね。女の子。いや、早い。新しい子出てくるかな、ここで。あええー、まさかのナンパいや、命かかってるから。うん。それは否めない。一節 <laughs> そういうのあるよね。 <laughs> うん。いや、ダメだよ。うん。あ <laughs> これ俺言おうと思った。さっき。これもあるんだよって。いや、やるんだよ、これ。<laughs> いや、いやいや、妹の前でやるなよ。<laughs> おっぱい大好きなんだないや、けど、マジでこれ。 えいやさんおお。あなた戦える人うん。いや、レンタロウいないからな。いや、ピンチに起きるか。え <laughs> ぐはあ。こっちじゃなくて。いや、もう邪魔。からねは来ない。 うん。<laughs> こっちもな <laughs>。ああ、ダメか。うお、色が、土色になっとる。いや、死んでるとかじゃなくて。めちゃくちゃ。あ、うん。あ、戦線復帰しとる <laughs>。あいつ。うん。え うん。え、ええー、いや、なん、ちょっとから、誰かないのなんか、助け船は。いや、それはあなたも一緒だって。うん。いや、そこね。え、え、新人だからってこと。 いや、そんな男じゃないよ、レンタロウは。いや、戻ってこないから、読みの国からレンタロウ。あ。うーん。てか、来ねえの警備員みたいな人。関心か。そうね。え いや、ああ、<laughs> 生き返った <laughs>。彼女のピンチに。ああ、戻ってきたね。すげえ。すげえよ。命すら。超えてくるんだな、死から。いや、けど、それはさ。うん。うん。 <laughs> なんかすごいこと言ってる <laughs>。そんなこと言うんか <laughs>。いや、どっちもですけど。うん。いや、ガチガチ <laughs>。うん <laughs>。いや、弾け弾け。うん。いや、そんなしちゃうって。うん。 いや、悔しくなるだけだよ。<laughs> やば。<laughs> するっしょ。ほら。あーしかも AI さんからなんだ。うわあ。もうマジで作がいいわ超可愛いんだけど。レンタロも。<laughs> やばあ、羨ましい。 こっちに加勢したくなる <laughs>。いや、ここだけだよ <laughs>。まだダメなの <laughs>。いや、意外と真面目じゃん、それで下がるなんて <laughs>。怖え。もうね。うん。えあ、ああ 空ね、あ、やっぱ空ねが動いてくれたのんってことは空ねもしたのかな人工呼吸。やっぱおっぱい問題だよね。ああ、これ見て。え、てか、こんだけ引っ張るんだから超楽しみなんだけど。<laughs> うん。やべえ、さっきよりも色が。 <laughs> いや、てか、これ誰もさ、放置して気づかないというか、何もしないのもひどいよな。<laughs> いや、はい <laughs> あ、あれだ。白だ。やっぱあれ買ったんだ。<laughs> あ、すごい、あられちゃんかな。<laughs> うん。いや、こいつが死にそうになったらあれだね。彼女たちがピンチだって言えば。 うん。ああやってするんだね。俺初めて知った。指の骨折を防ぐのか。うん?ほら、ほらほら、レンタロ郎くんという人間。震えてるじゃん。誰が最初とかね、長いとか関係ないんだよ。いやー。 静かちゃんいなかったらやっぱ俺は AI さんだな <laughs> いや、そっちな <laughs> そっち。いや、そうなあ、あ確かに、確かにね。<laughs> いや、どうしてんだろう。相変わらずあれかなスマホで助け求めてるのかな。<laughs> やってる。<laughs> やってるよ。 <laughs> なんて誰も <laughs>。レンタロウの死体にしてもさ。みんな冷たすぎやろ。あ、あー、電池切れだ。いや、バッテリー短い。まあ、けどこんだけ使ってたらあれかね。いやー、声出せないし。あ北王子様。いやー、すごいね。なかなかこれできないよね。大きい声で。 恥ずかしさとかあってさ、日本人だし。うんおーいけるいや、どんなちっちゃい声でも聞き取りそうだけど、レンタロなら。言うのいや、頑張って。 いや、これ、そのうちいらなくなるのかな、スマホえ <laughs> 何あははく今の <laughs>。いや、捕らえたね。<laughs> ああ。いや、名前呼ぶのかと思ったけど、名前にすらならない、魂の叫びとは。いや、無事救出。 いや、マジ娘。い <laughs> や<く>、娘枠。はは、よかったね。<laughs> みんなそれぞれラッキーがあって。いや、空手だけあれだよね。今んとこまだ。な、こっからだよ。えいや、大胆。大胆ね。静かちゃん。あなた。いや、こんな見られてるところでさ。おー。 競泳水すぎでそんなことしちゃうのかわいい。かわいいなあいや、早く影からね。うん。いちっちゃいな並ぶと。えああ。いや、ここはね、もう。 いや、どうなるうん。ああ、気づいた。レンタロー気づいたね、これうん。いや、静香ちゃんもいるんだから、堂々と脱げばいいのにね。 ま、これから空値枠 <laughs>、空値枠って言い方失礼だけど <laughs>、同じようなタイプも増えていくのかなうん、あれはもう、もう世界基準うん,うん。うん。ああそうなっちゃうか。いや、早くぺたんこ用意増やしてあげて <laughs>。 レンタル。あ、撮る。ああいや、めっちゃかわいいやんいや。全然ありよりのあり。あ <laughs> 北斗百列剣が。<laughs> やばいやばい。<laughs> いや、もう見入っちゃってるうん。でこの髪型といい。 えぐいえぐい。うん。いやーてかこれ4人でこれでしょう今。え <laughs> これ増えてってまた水着会とかあるんじゃない <laughs> ?10 人15人くらいいったら。それまた見たいね。うん、うわー。 <laughs> うん、そうねうんおおめっちゃくっつくね <laughs> ほぼ裸だぜ。 わあ。いや、ほんとえぐいな、作画。や、中だろう。わ <laughs> かる。わかるわ、それ。<laughs> 周り見ちゃうよね。<laughs> わあ<ー>。あっは、唐根。唐根が超心の中が出れてる。 <laughs> あ、あれだ、浮き穴しでやってんだね、ぴょんぴょん。うん。いやーなー、そこなー。いてか分かってただろ、はかり。この感じ。うん。うん。 こっからか。いや、けどこれで終わりそうじゃない尺的に。あやるちょっと。いや、写真撮ってんのか今のああ、やっぱモータースライダーね。なるよね。<laughs> よかった。よかった。<laughs> ちゃんとゴムボートで。ああ。もう4人もいるからな。いろんな。いや、羨ましい。これは。 うわ、<laughs> 終わった <laughs>。うわー、すげー回だったないやー、すごい破壊力だったね。めっちゃ面白かったわ。いや、最後が空根っていうところがね、も、ま、う、あ、いいよね。なんか前回 AI さんほら1話で終わってるし。 あの子もう一回もう一盛り上がりここでま、なんかあんのかなっていうところを考えてたんだけど実は。あからねなんだね。まあけど、まあお胸問題はね、まあちょっと避けては通れないかなと思ってたから。いやてか静かちゃんマジでやばかったな。あの漂流しちゃうっていうの。あのスマホでね、助け呼んでて。 いや、ずるいよ。ずるい。もう、あの子だけもう、俺の中ではもう、ひときわ際立ってるわ。いろいろあるから。いや、あの、心からの叫びもね。あの、演出すごかったね。耳のアップ。<laughs> 耳というか、中の。これ本当に、さっきもさ、ちらっと言ったんだけど、どうなんだろう。まあ、けど、この子のあれだけのね、特徴でもあるけど、属性というか。 やっぱ親のこととか考えると、うーん、なくなるのかな スマホレンタロウと付き合うことによってね、その無理なくさ、そこら辺うまくコミュニケーションく、直接口でね、取れるようになれるといいけどね。まあ俺は今のまんまでも十分可愛いし、今のまんまでいてほしい気持ちもあるんだけど、これから社会生活とかね、外に出ていくとき大変だし。<laughs> レンタロウくんとかはね、まあ全然そこら辺許してくれると思うけどさ、静香ちゃんのやっぱ今後っていうのは気になるポイントの一つだよね。この作品はほんと誰か一人に絞るのが大変な作品だわ。 もう目移りしかしか、ね、はい、というわけでね、えー、今回のお話見ての皆さんのね、星のキャラクター、やっぱこの子がいい質っていうのね、ぜひ教えてください。というわけでね、えー、高評価、そしてチャンネル登録、まだない方はね、是非チャンネル登録してってもらえると嬉しいです。以上、動画ボタンスがお送りしました。